ダブルレッドに合わせてチャーハン作るよ。これがね、とまんも見てよっていう。はいはいはい。これダブルレッドの曲に合わせて、まあ、PV と言っていいか分かんないけど、まあ、チャーハンを作る様子を合わせてるっていう。ちょっとこれでもフルで聴いてもぐらい。いやー、かわいい。チャーハン作ってるよ。なんかゆるい絵だね。かわいいですよ。作って失敗して、周りの仲間はもっとうまくチャーハン作れそうだ。泣いている涙かよ。もう諦めた振りなんだよな。前の80センチからちょっと伸びてます。ダブルレッドの距離が、チャーハンが遊んだ。キャッチできた成長しているいいですね、この顔をそうなんですよ。何、チャーハン一つ背負って大都会に一人乗り込んだ。さあ、街中で路上チャーハンショー。そう、空回ることを続けてから、大きなチャーハンやってみたりとか、いろんなことをやってみた。注目を引くために。そう、何、就職していく。やめちゃった。でかいビルに就職していく。上を見るのは首が痛いよと。こいつにはチャーハンしかないんですよ。こいつにはちっちゃなお店が出た。すごい、頑張れ。チラシを配って、すごい、タンパクやチラシ電話番号出して自分なんだメニュー。あー、かんこ鶏、うわー、肉やっとしてみたりとか、うわ、人がヒットした、押し寄せる、機械いいじゃないですか。機械にやらせてる。でもその顔は偉くなったか。自分でもう見るもって。チャーハンの若者が、走るんだ、走るしかないんだ、走ってくれ。目の前のフライパンが、いや、素晴らしいよ。これはもう僕は今はこんなんですけど、夜中に行った時ちゃんと号泣してますから、ね、あの時も泣いてますしね、あの頃も。